双葉 T10PX ソフトウェアバージョン 5.0 へのアップデート方法。双葉 T10PX のソフトウェアのアップデートが公開されました。早速アップデートを行います。双葉のホームページから最新のソフトウェアをダウンロードします。ホームページ右上のサポートをクリックします。画面中央右側のソフトウェアダウンロードをクリックします。画面中央の概要をクリックします。画面を下に少しスクロールして T10PX をクリックします。画面を下にスクロールして T10PX アップデートソフトの最新バージョンをクリックします。アップデートソフトがダウンロードされます。ダウンロードしたアップデートソフトは ZIP 圧縮されているので圧縮ファイル内の双葉フォルダをコピーします。コピーしたフォルダをマイクロ SD のルートディレクトリに貼り付けます。マイクロ SD カードを T10PX にセットします。T10PX のホームボタンを押しながら電源を入れます。プログレスバーが表示されてアップデートが開始されます。アップデート中は LED が点滅します。アップデートが正常に完了するとコンプリーティッドのメッセージが表示されます。一度電源を切ります。アップデート後のソフトウェアバージョンを確認します。電源を入れます。メニューをタッチします。システムメニューをタッチします。システム情報をタッチします。バージョンを確認します。ダウンロードした最新のソフトウェアバージョンに更新されていれば成功です。以上で完了です。ご視聴ありがとうございました。